今回もアケコンのボタンにキャラクターが印刷されたものがメルブラグッズとして発売されていましたが、個人的にはキャラクターの顔を叩くという行為があまりにも良心に刺さり、購入を踏みとどまらせます。何かいい解決策があればお願いします。まあ、使わないボタンに割り当てるのがいいと思うよ。なんだっけ、メルブラだったらさ、まあ、弱中強シールドの4ボタンと、まあ、同乗士の計6個ぐらいぐらいは使うんだけど、そのなんだろう、あんまり使わないボタンに割り当てるのがまずいいんじゃないかな。あとは鑑賞用ですかね。なんだろう、無限プチプチってあるじゃん。まあ最近そういうの聞かないけど、なんつうの、こうポチポチして気持ちよくなる系のさ、グッズってあるじゃん。これね、アケコンのボタンってそれなんですよ。押してるだけで楽しい。もうこれ病気なんで、ちょっとあんまり隠す気はないんだけど、そうやってこう、アケコンのね、触ってるだけで、結構楽しいんで、そういう風にやるといいんじゃないですかね。叩くとかじゃなくて、優しく押してあげてください。はい。サーマデイスさんから26日だっけとかに、メルブラのボタンが発売されるらしいんで、皆さんぜひチェックしてください。お便りいただきありがとうございます。